はいはい、やりゃいいんだろ。私は強くあらねばならない。北条方の士気は落ちているとの話でしたが、ここ押し城はまだ守りも固く息盛んなようですね。やはり噂に名高い甲斐殿が詰めておられるからでしょうか。ふん、一人の武勇で戦が動くものか。策はある。この程度の城造作もない。策とおっしゃいますと？地形を見ろ。川を利用すれば水攻めはたやすい。なるほど。水攻めといえば秀吉様が備中高松城攻めにて。そうだ、水に沈めば奴らもすぐに根を上げる。そうすれば。そううまくいけばいいのですけど。これは茶々様、なぜこちらに？秀吉様に呼んでいただきました。大阪で待っているなど退屈ですから。何をおっしゃっているのです。危のうございますぞ。さよう。物見遊山で戦場に顔を出されては迷惑千万です。無論遊びに来たわけではありません。私も戦います。茶々様。雪村、茶々様はご乱心だ。早々にお引き取り願え。私は秀吉様のお許しを得てきています。ならばお好きになさるがよ。茶茶様、秀吉様は本当にそんな危険なことを？ええ、雪村を応援してやるようにと使者の役をいただきました。それは戦に出よということではないのでは？八王子城の件を聞いていますか？はい、凄惨な戦であったと。そのようですね。さすがの真田昌幸も気が塞いでいるようです。父が？茶々様、もしやそのことを私に知らせようと？本当に嫌な戦、さっさと終わらせてしまいましょう。はい、全力を尽くします。茶茶様もどうかご無理をなさいませんよ。自分の弟子の腕が信じられないのですか？茶茶様、さらに援軍が来たか。こんな小城に大行なことだね。どんな大軍だろうと私たちが勝つ。誰が相手でも負けられるもんか。氏政様の言った通り、力ずくで全部支配しようとする連中に屈したりしない。八王子城のみんな、仇は必ず討つよ。絶対負けない。直に堤防が完成する。それまで敵将を引き寄せ分断するのだ。堤防が完成すればすぐに水攻めに移る。それまで各自退避しておくよ。敵をたくさん引き寄せろ。自分たちもうまく逃げろ。無茶言うね。策がうまく運ぼうと本陣が落とされては何の意味もないぞ。忘れるな。拠点にして定番、敵を釣り出すには遅らせるのが一番だよね。
どこ攻めても城にこもってばっか。槍の持ち方とか知らねえんじゃねえの。無我夢中で分からなかったけど、チャチャ様、雪村がおそばにおります。どうかお心安らかに。急げ。自分たちが仕掛けた水攻めにはまっちゃシャレになんねえよな。敵を切るときにうまく逃げられるのか。今のままでは軍を動かせぬ。起こるほどのことではありません。船の用意ができたぞ。皆の者、水警を恐れず進軍せよ。狙いさんのくせに何やってんだか。なぜ滅びることを選んだのですか。あなたはチャチャさんでしょ。お父上にも同じことが聞けるの。そう、だからこそ知りたい。勝てないと分かっていて抗う意味を。急げ。
城を守りきった。これで完全に城を孤立させられるぞ。城の周りを水で囲まれてしまったぞ。このままではまずいのではないか。大愛肉様、ここは私たちの城よ。みんな大任せ、今よ堤防やっちゃって。礼者、急げ。前進する。なぜ抵抗しようとする。これでは八王子城の二の舞だ。被害を抑える策が意味をなさぬ。本陣が手薄だな。今敵に攻められてはまずい。福島さん、ごめんなさい。無造無造がゾロゾロと鬱陶しいのだよ。奪ってるだけじゃないんだ。
攻。みんなを守るって約束したのに。結局殲滅戦となってしまったか。水谷、さぞ楽天してみようか。一つ落とせぬと。威張ってるだけじゃないんだ。申し上げます。小田原城開城となりました。宇治政様が降伏なされたと。もはやこれまで。我が城も降伏いたす。ずいぶん手こずったようだな。父上、援軍はもう無用でございますぞ。援軍ではない。今日のわしは使い番よ。本陣からの使者、もしかして。小田原城が落ちたぞ。なんと。もはやこれまで。無念でございます、父上。これ以上関東の民を犠牲にはできぬ。我らの意地を知ったからには秀吉も無体な真似はすまい。わしが席を追って収まるならそれでよい。姉上、甲斐、どうか無事で。どうせ下るなら早々に頭を下げておけば無駄な戦などせずに済んだもの。
父上、そのおっしゃりようは。意地を通せば満足というのなら、確かに安い心意気です。ジャジャ様、私は本陣に戻ります。ご苦労に存ずる。雪村と申せ。はっ。されば三成殿、父上失礼いたします。ご苦労であったな、三成殿。何がだ、城一つ落とせぬうちに本戦は終わってしまった。秀吉様の真似事で功を稼ごうとしたくせに大失敗、とんだ役立たずだ。笑いに来たのなら笑え。確かに褒められた戦ぶりではないな。だがお前が秀吉様に習ったのは策ではあるまい。何？人死にを少なくしたいという心だ。故に水攻めにこだわり、力攻めを避けた。下手な戦ではあったが、わしのやったつまらぬ戦よりはよほど良い。何のことだ？それに今も功がないのを悔やむのではなく、秀吉様の役に立てなかったことを不甲斐なく思っている。そういうバカ者は嫌いではない。意外だな、あんた。そうだな、つまらぬことをしゃべりすぎた。ではわしも本陣に戻る。せいぜい気張れ、坊主。だから誰が坊主だ。天下統一、乱世の終わりをこの目で見られようとは。戦のない太平の世が訪れた、そう思ってよいのでしょうか、兄上。ああそうだな、雪村。兄上。我が父がいる限り天下が治まるものか。秀忠様。兄上、こちらの方は。家康様の嫡男、秀忠様だ。秀忠様、弟の雪村でございます。知っておるよ、徳川を散々苦しめた真田兄弟の名ぐらいはな。恐れ入ります、秀忠殿。先ほどおっしゃっていた意味は。雪村。しかし。言葉通りよ、天下を狙う最大の敵が残っていて、どうして太平の世が訪れようか。秀忠様、あまり不用意なことをおっしゃっては。天下を狙う家康殿が。当然だろう。なぜ秀吉が親父殿に関東異邦を命じたと思う。嘘伝来の地から徳川を引き剥がすためだ。形の上では過剰だが、関東の荒れ地などあてがわれたところで。つまりそれだけ秀吉様は家康殿を恐れていると。雪村。そういうことだ。黙って異邦を受け入れた親父殿の心程は分からぬが、このままでは済まぬだろうよ。困ったお方だ。兄上、今のお話は。話半分に聞いておけと言いたいところだが、まだ楽観はできないだろうな。はい。翔、今の話マジ？
家康様は豊臣を攻める気なの？我らが知る必要はない。影はただ命を受けて任を果たすの。もう真田を探る必要もないかと思ったけど、そういうことならまだいた方がいいかもね。居心地が良くなったか。何言ってんだよ師匠。そんなわけねえだろ。なんだよ。重ねて申し渡す。任に私情を交えるな。分かってるって。そんなのお仕事頑張りますよ。異常はありません。雪村様。あ、雪村様。良い天気ですな。あ、雪村様。それは…忙しい忙しい。雪村様。おや、雪村様。雪村様。これは雪村さん。馬がご入り用ですか。新しい馬が入っています。ありがとうございます。また寄ってください。異常ありません。おっと、こいつは。あんた、もしかして雪村が。こいつは立派になったもんだ。左近殿、これはお久しぶりです。一体どうしてこちらに。これはまた懐かしい顔だな。ご無沙汰しております、正幸さん。徳川の大軍を退けたという名状を拝見しに参りましたよ。攻め方を考えに来たの間違いではないのか。まあそれはお互い様でしょう。見事な城を見れば落としてみたくてしょうがない。違いない。お二人とも未だ兵法修行を続けておるのか。それがそろそろ年貢の納め時でね、腰を据えようかと思ってます。そうなのですか。左近殿ほどの方が仕官なさるお家とは一体。まさか徳川などと申すまいな。いやいや、石田三成という御仁です。え、おお、やはりご存知でしたか。ま、豊臣の大番頭を知らぬ奴はいないか。はい、たびたびお世話になっております。天下の軍略家が小森に逆戻りか。言ってくれますね。あの方もあれでなかなか。知っている。面白い坊主だ。父上。正幸さんにそう言わせるなら大したもんだ。豊臣の世を守るために強くなりたいのだとえらく熱心に書き口かれましてね。何やら小田原で大層答えることがあったらしい。ご存知ですか。さあな。父上。柄にもなく感じ入りました。
まあ面白い戦ができそうですしね。物好きなことだな。それもお互い様でしょ。ではまたいずれ。異常はありません。天下統一、真田は安泰。良いこと尽くしであるな。はい。どうした、浮かぬ顔をして。つまらぬか。いえ、決してそのような。さようか。わしはつまらぬ。父上。小田原合戦の契機となった名ぐるみ城、彼女を北条が攻めるよう仕組んだのはわしだ。そのような気はしておりました。天下統一という大義のため、名ぐるみを、彼の地の将兵たちを見捨てた。八王子城でも。それはやむを得ぬ真意か。信行もそう申していた。だがだ、さような戦はつまらぬ。父上。日の本から戦がなくなるのであれば、かようなことを考えても致し方ないがな。戦はなくなりましょうか。何があった。家康殿のご子息秀忠殿にお会いしたのですが、家康殿には天下を狙う野心があると。当然であろう。だが息子がそれを口にするか。徳川もいろいろあるようだな。家康殿は秀吉様と戦おうとなさるのでしょうか。今兵を挙げたところで北条の二の舞。家康がさような愚かな真似はすまい。だが雪村、大阪へ戻れ。は。こたびの出陣は許されたが、お前は本来人質の身。いつまでも上田にとどめてはあの坊主が怒る。坊主。何より天下の行く末から今しばらくは目を離してはならぬ。承知いたしました。